アクセラはマツダの新世代スポーツコンパクトとして2003年10月日本市場へ導入いたしました。それ以来世界市場で高い評価をいただき、車関係の賞約65以上をいただいております。またグローバルな累計の生産台数は5月末時点で95万台を超えております。今回マイナーチェンジしましたアクセラはさらに期待を超えるダイナミックスポーツコンパクトをコンセプトとし、内外装のデザイン、ダイナミック性能、質感を強化いたしました。同時に市場のご要望にお応えし、燃費性能の向上、静粛性の改善、4WD 機種の追加などを行うことによりグローバルコンパクトカーとしての商品力をさらに高めています。そして新機種として追加いたしましたマツダスピードアクセラはハイパフォーマンス コンパクトをコンセプトとし、264馬力の 2.3 リッター直噴ターボエンジンを軽量でコンパクトなボディに搭載し、ボディ、サスペンション、ブレーキ等を専用チューニングし、アクセラの楽しい走りを一層強化しています。また走りの良さを感じさせながら洗練された雰囲気を醸し出すデザインとともに、運転する楽しさと日常の使い勝手の快適なバランスを特徴としています。お近くの販売店でぜひ試乗してみてください。アクセラは本当にヨーロッパ車のような乗り味というか、そもそもヨーロッパで売るということを前提に作ったのを、日本でも売ってるというような、車なんで、本当に乗っててヨーロッパの小型車に、近いなと。例えばサスペンションのセッティングにしてもとっても直進安定性が高くて、なおかつ俊敏だと。そこら辺 の、 その足回りに対するその考え方、それと、多分コストも相当かかってるんでしょう。そういう、こう表面的な装備とかじゃなくて見えない部分へのコスト投入という意味でもヨーロッパ車的だというのが特徴なんですね。ただそうは言っても限られたコストの中で、この値段でこの車を作ってるわけですから、従来そのあまりこう手が届かなかった部分っていうのがあったんですね。でその代表格が静粛性だったんです。で、ロードノイズなんか相当こもってくるし、はっきり言ってよく走るんだけど音がうるさいんだよねと、そういう感じだったんですけれども、今回こうして乗ってみて一番良くなったなと思うのがロードノイズが低くなったと。で、リアサスペンションの振動特性あたりを見直したということなんでしょうけれども、おそらくそれだけじゃなくていろんなところでこうロードノイズの、低減対策というのをやってるんでしょうね。待望の5速 AT がついたということで、これで1050モードで、そうですね、コンマ6キロぐらい燃費が上がってるんですけれども、高速道路100キロの回転数もで相当こう回転は低く抑えられてますんで、エンジンの音も、低いですね。従来よりもやはりその各ギアの刻みが小さくなっているということで、とってもちょっと踏んだ時の、キックダウンなんかも滑らかに起こるようになってますし、あと、このエンジンやはりこう回し積極的に回していくと意外とこういい音を聞かせてくれるんですね。でそんなに静かな車じゃないんだけれども、回していくと、気持ちよく走れると、これはスポーティーな車の、スポーティーな車にとってとても大切なことだと思います。ここにパドルというか、ボタンがついていてステアリングでも操作ができるということなんですが、惜しいのは D レンジだともう押しても全然反応しないと。要するにこの、AT セレクターのところでマニュアルモードを選んでやらないと有効にならない。これは日本のメーカー多いんですけれども、なぜこういう風にしちゃうのかすごく不思議ですね。D レンジでもうこのボタン
操作受け付けてくれれば、例えばエンジンブレーキがちょっと必要な時にこのボタンだけでこう落としていけるのになと、改善をこれも本当に希望したいと思います。このアクセラーに乗っていて思うのは、100キロという速度がとっても余裕たっぷりというか遅く感じることなんですね。でこれ足回りが相当しっかりしている、でそれによって車の安定性が高まって、そうですね、スピード感が低くなるということなんですが、まあ、これはこの車の実力の高さを物語ると同時に、まあ、一つ気をつけなきゃいけないのは、ちゃんとこうスピードメーターの針見てないといつの間にかこう制限速度をねオーバーしちゃってると。でここら辺 その高速がすごく得意だよっていうのも、まあ、ヨーロッパ車的なアクセラの持ち味の一つなんですね。アクセラーはマツダが最近展開しているズームズームを体現した車だということで、当然こういうワインディングロードしっかり走ってくれますね。まあ、街中だとこのクラスとしては結構大柄なボディだと思わせるんですが、こういうところに持ってくると本当にボディの大きさ全く気にならない、むしろこうギュッとこう引き締まったような印象さえありますね。で足回りもしっかりとこう路面を捉えている感じがありますし、ロールの出方もスムースで、あとステアリングを切り込んでいった時のその効きですね、それが、まあ、初期から大きく切り込んでいった時まで本当に一定している。ですから思ったよりコーナーが奥に行くに従ってきつくなってるようなところに入っていっても、ステアリングをスッとこう自然に切りましてあげるだけで、あれっていうぐらいわけなくコーナーをこう回り切ってしまうと、そこら辺 その底力っていうか懐の深さというかプラス安全性という意味でも高い点がつくと思いますね。もうブレーキはこれ相当しっかりと仕上がっていて、そうですね、踏んだ時の剛性感の高さが乗っていて一番こういいなと思う部分ですね。まあ、パワーはもうこのボディに 2.3 リッターということでもう十分すぎるくらい、上りでもこの合計大人4人300キロ以上乗せても、上りでスイスイと上がっていくし、まあ、その気になれば、タイヤを泣かせるぐらい そのスピード簡単に出ます。ですからまあ、2.3 を買っとけばこれでもうパワー的には十分満足できるんじゃないですかね。今回のマイナーチェンジに合わせて追加設定されたのがこちらのマツダスピードアクセラです。早速ワインディングロードで実力を検証していきましょう。2.3 リッターにさらにターボをつけて264馬力と、まあ、今のところ FF では世界最速のモデルになると思うんですけれども、まあ、そのぐらいかなり その瞬速の持ち主、まあマツダがやっているズームズームの中でも相当これはとんがった存在ですね。足は明らかに硬くなってます。でロールも少ないですね。でロールはなんか23S と比べてもだいたい半分ぐらいなんじゃないかっていうぐらいコーナーで、姿勢が変わらない。でそれ以上にやはり一番この車で注目しなきゃいけないのはFF で264馬力というパワーをどう消化しているのかということなんですね。で、まあ、コーナーでこうやってこうアクセルを踏み込んでいって、脱出するような場合でもこれ思ったよりじゃじゃ馬ではないですね。で実はこのハンドルを45度とか切り込んでいくとエンジンの出力というかトルクをカットして、前輪が空転するのを防いでくれると、そういったような制御が入っている
とのことですね。そこら辺、その電子制御によって今まではもう無理とされてきた FF でのまあ200オーバー250馬力ですよね。それはあのうまくこなしてると思います。あのマニュアルの免許を持っている人だったらこれはあの誰でも乗れるくらい扱いやすいと思います。でクラッチもそんなに重くないですし、下からしっかりとトルクが出ているんで、あの始終ギアチェンジを繰り返してある一定の回転数を維持しておかないと、うまく走れないよというような、その尖った神経質なモデルではないですね。ただやはりそのエンジンの回転数を上げていってアクセルを深く踏み込んでいった時のこの加速、これは相当鋭いものがあるんで、それなりのこのパワーをこなすにはテクニック必要なんでしょうけれども、普通に走ってる限りでは全く問題ないですね。